はい、パムクラッシュと LS ダイナのデータの、対応ということで、第3弾としてですね、少し複雑なトラックの衝突のモデルについて、調査していきたいと思います。で、調査する対象、今度はですね、こちらですね。で、このモデルなんですけども、インクルードしていまして、ここですね、インクルードの、トラック、バリア、ハイブリッド3、ドライバーベルト、バック1ということで、こちらの方でですね、あるファイルをインクルードしています。で、ちなみに、このモデルですね、そのままだと、レスプリポストで開くと落ちてしまいますので、ちょっとですね、ここをコメントアウトしないといけないんですが、ここですね。どこからかな？このリジット、R-Wall が、設定が2つあって、この2つに関して、コメントアウトしないと落ちてしまいます。で、これが、カーフロントコンタクトパートとカーグラウンドコンタクトパートということで、交代壁の設定をしてるんだと思うんですが、具体的にそれがどういう設定なのかはわかりません。多分、エレメントのこの2000、20万1かな？ 1、10、100、1000、1、10、100、1000万、20万1と20万2。これに関してですね、2つの、要素ですね。に関して、5対壁の設定をするというところで、読み込むと落ちてしまいますので、一応これコメントアウトしました。で、モデルの方なんですけども、こちらですね。よいしょ。こう。だからこれがフロント側ですよね。で、これがグラウンド側になります。よいしょ。で、トラックのところは、第2弾で説明したところ、前回説明したところと、同じモデルなんですけども、中にダミーが入っていて、シートベルトが入ってるのかな？シートベルトと、あとはこの、あれが入ってるんですよね。これは何でしょう。バックですね。エアバックが入っている。こちらの方はですね、ちょっとこちらのモデルの方から見ていきたいと思うんですけれども、モデルで、セレクトパートで、こういう感じですね。で、先ほどと同じモデルなんで、よいしょ。ちょっと、ビームの、数が増えてるのと、ここにどうやら、あれがありますよね。ここにありますね。スポット溶接がここにあります。今回は。で、シェル外して。こういった形で、リジット、と結合がされています。リジットだけ見ますと、こんな感じですね。リジット。で、スリットはないですね。だから、ディスクリートっていうのはバネなんですけど、ここにバネが入ってますね。これグラウンドバネかな？あ、ねじりバネ。ねじりのグラウンドバネですかね。が入っていますよ。これ外して。こういった形でバネが入っています。これはダミー絡みですかね、全部。で、ホール。こういったモデルになっています。実際に使うモデルと考えると少しですね、まだ足りない感じはしますけれども、一応ステップバイステップで、調査をして、進めていきたいと思います。では、キーワード。って感じで。パート。こういった形でありますね。ダミーがあるんで、いろいろとこの辺に、パートが増えていますね。から、ロードっていうのがあって、これは？プレッシャーシェルズフロムタイヤ。ああ、タイヤの、フロントタイヤの、圧力とか。こういったのは付加されているんですね。
泡グラス設定なんかもある。泡グラス設定は、あれなのかな？これは、パムの方から移ってきてるんだろうか。ちょっと後で見てみますね。イニシャルは、まあ、イニシャルベロシティ。これは何にかかってるか。イニシャルスピード、ID、値。バリア。バリア側が動くんですかね。で、ロードあって、マテリアル。で、マテリアルは先ほどと同じですね。同じです。で、セクション。セクションも同じかな。このディスクリートが入ってますかね。ディスクリートはバネですね。ディスクリートの特性は、数字入ってないけど大丈夫なのか？本当は入るのかな ?KD、ダイナミック、マニフィケーションファクト。ゼロ、マテリアルズスクリート、トランスレーショナルスプリング、ダンパー。あ、ゼロだと、直線方向のバネで、1だとねじりバネってことですね。なるほどね。セクション。つまり、パートの中に、ディスクリート要素が、つまり、バネ要素が、あるんですね。どこにある？ディスクリート。どうやって、わかるのかな？ディスクリートっての。セレクトパートで、ディスクリートってここにあるんだと。あ、ありますよね。で、ジョイント、あ、ははは、なるほど。3013。3013か。3013。パートの3013。キーワードで、ここらしょ。パートの、そこに入ってくるんですね。3013。ここ。これです。ですね。で、このマテリアル ID が3013なんで、よいしょ。3013。ここに、ない。ない。3013ってないんですね。欠落してるのかな？バネの材料物性ってのは欠落してるって考えればいいんですかね。ですよね。本来入ってこないといけないんじゃないかな。で、セクション ID が、これ。これないんですよね、きっとね。参照しないから。で、セクション ID のリストはこうあって、こいつ選べば、こう参照したものが出てくるんで、あるという。だから、欠落しているようですね、バネの方が。なるほどね。まあ、ちょっとこの程度のモデルでもだいぶ複雑になってきましたね。相変わらずちょっと、材料の方はなんとなく欠落しているような感じがしますし、バネの特性も欠落してるっぽいですね。バネ自体は来てるますけども、ディスクリート。なるほど。ダミーの中に、ディスクリート要素が来てるということは、その中にバネがあるっていうことになりますよね。そうすると、このダミーを見ると、どれがハイブリッド3、どれがバネかっていうのがわかると思うんですけれど、スプリング。よっこらせ。?F3、F3。お、ありますね。ああ、なるほど、なるほど。スプリング要素が、ジョイントアッパーレッグ、レフトワン、アッパーレッグ、あ、スプリングで、足をつないでるっていうことですね。で、パートが、A タイプがスプリングで、あはは、あ、ここにありますね。だからスプリングは来てるんですね。じゃあ、スプリングの
マテリアルが301号で、ここに参照しているわけで、マテリアルタイプが220ということになります。で、その時の、なんだろう、バネ特性とかが、ここに入ってくるのかな、って感じです。これ、あれですね、ここに数字がいっぱい入っているので、これが、そのバネ特性になるんだと思います。ここにファンクションってあって、そこまでのところが数字入ってますもんね。スプリングというのは、スプリング要素。そいつはパートで、スプリングタイプを参照しています。そして、スプリングタイプのパートは、スプリングの材料を参照しています。そして、そのスプリングタイプの、マテリアルのタイプは220番ですということになりますね。わかりました。じゃあ、このファンクションはどこが参照しているのかな ?3047 は、ファンクションは多分、荷重とかそういうとこですかね。が参照してるんだと思いますが、ここにもスプリングがある。これもスプリング特性ですね。ということで、このダミーは、ちょっと大きめのファイルになってまして、各種、設定、いろいろシェルがあったり、いろいろあります。あと、ここ、ジョイント要素というのもありますね。ジョイント。で、ジョイントは、ID があって、パートがあって、このようにあるわけですね。接点かな。接点が4つ参照している。そして、こいつは、3017ですから、3017のパート、これですね、301のパート、そして、A タイプがジョイントで、これが、ID マテリアル、マテリアルの3017を参照しているので、ここですね、3017。で、マテリアルタイプが221、これはジョイントの、タイプということですね。で、それの各種数値がここに入ってくるということですね。なるほど、なるほど。わかりました。メインモーメント、ローテート、カーブ、ファンクション。なるほどね。この辺は、荷重は、設定するためにこういった、カーブを設定して、ファンクションを設定してるってことですね。ジョイント。ということで。新しくですね、ジョイントとかスプリングという、要素が、ここでは入ってきていますと、多分、それぐらいですよね。バリアとかはただの壁ですし、バックというのもあるか。こちらの方がですね、R ウォールというのがエラーになったという理由がちょっとよくわからないんですけれど、一応ここではただ単に要素を設定しているだけですね。から、バックの方は、グループの設定とか、あとはパートからマテリアル、それから、特別、特殊なものが、入ってきてるかな?バックっていうのはあるんですかね?バック。あ、あるんですね。あるのか。グループ。パート。マテリアル。そういうわけじゃないのか。あ、これか。バックインってのがありますね。バックイン。これが、あって、こいつがなんかパートを参照して、パートが材料を参照してっていう形になります。あとセンサーですね。センサーがありますね。から、コンタクト、シーノタックがあって終わりという形で、これはバック。いや、バックですね。ドライバーベルト。ここにもちょっと何やら特殊な要素がある。あ、
ありますね。ベルトという要素がありますね。からこれは、何だろう。何だかわからない。ベルトスプリングだそうですね。THELE。何の略かよくわかりませんけど。ベルトスプリング。そしてベル。で、あとはファンクションセンサーという形でしょう。あとハイブリッドでしょう。そんなとこですかね。あとは、まあ、トラックっていうのはトラック本体ですね。車本体がこちらになります。これはまあ、前の、ところでやってるので、いいと思うんですが、グループとかは結構多用されてるので、まあ、ちょっとグループの使い方も確認しておく必要があるかと思います。あとはマテリアルとか、そんな感じですね。ここは特殊な要素は特に出てきてないと思います。シェルとかビームとかぐらいですよね。あと P リンク。これ P リンクが出てきています。P リンクは、スポット溶接に相当するので、まあ、この辺もしっかりと中身を理解しておく必要があると思います。大体そのところですかね。それで、よいしょ。新しく出てきた要素と確認できたので、少しその詳細についてはですね、また別途ですね、対応表等を作っていきたいと思います。今回は以上です。